チョコレートまんじゅう2つと、はい、物語2つ。はい、どうも。すいません、ありがとうございます。おはようございます。グッドタイムライダーです。お久しぶりでございます。今からですね、キャンプですよ。キャンプです。ふう、久しぶり。本当に久しぶりです。キャンプご無沙汰ぶりしてます。ヤッホーヨ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 ー。バイク3台行きましょう。上磯ダム公園キャンプ場。昨日までずっと雨降ってたんですよね。今日の午前中も雨降ってて、今ちょうど午後からちょっとだけ晴れる予報になってましたので、楽しみで仕方がない。もう着くよこれ、上磯ダーム。うわー、すげーねこれ、ダム湖。来たか来たか、これご対面。行くぞご対面。あー阿久さん、スズキのエブリィバンですね。2023年式、今年のね1月、先月納車したばかりなんですけども。お久しぶり。あ、この近いところに。え、スタンバってました。おー、すみません遅くなっちゃいました。ちょっとこの辺もテントいっぱいで、あっちもね、はい、20台ぐらい車あったんですよ、本当朝まで。あ、昨日まで。うん。あ、確かに連休ですもんね。お久しぶりです。ハッサン痩せましたね。痩せた気がします。あ、それね、よく言われるんです。動画で見るより細く見える。もうちょっとふんわりしてるからイメージ的にふんわりってふんわりというか、イエーイ。この辺のテーブル使えたらいいんですけどね。あ、でもあれかな、近いですかね。もうちょっと奥もしくはもうちょっと向こう側か。あ、でも昨日もね、はい、僕の隣にすごい団体が来てて、夜中の2時過ぎまですごい、はい、バッタンしてたんですよ全然寝れなくて、2時半ぐらいにやっと静まり返って、はい、いつも4時起きぐらいやから、はい、ほとんど寝てないんですよ。なんともこの辺にするか、あそこにします。ハッサン、お土産です。ありがとうございます。びっくりした。お土産、甘いもの。これ僕の住んでる近く、和菓子屋さんが一軒だけあって。あ、そうですか。ほら、そこで買ってきました。チョコレートまんじゅうのとおりですね。はい、タオル。いいですか。涼感タオルです。あ、これちょうどそうなんですよ。ちょうどいいですよ、ね、水で絞るとひんやり気持ちいいです。似合ってます逆です。夏はすっきり涼感タオル。イエイ。ありがとうございます。縦バージョンと2枚ですか。3列と1列バージョン、いただきました。ありがとうございます。ステッカーを発散からいただいたので、ここに自分のと欠席さんしかないですけどね。ああ。貼っちゃうかな。写真貼っちゃった。これはちょっと買い出しに行ってまいります。
しいぜ。カスさんを先導しながら買い出しに向かっております。ユすいません出しちゃって、やっぱドアを開けるときに開けられるかもしれないから。あ、わかりました。これかな。そうですよね。いいかな。これだけでいいかな。いいや。さて、ハッサンと買い出し終えました。上磯ダム公園キャンプ場戻ってます。この後は食事タイム、ハッサンとお酒タイム。着きました。じゃ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 ん。さあ、では飲みますか。飲みますか。行きましょうか。行きましょう。おおおお。あ、飲んじゃった。泡だけ泡だけ。ではさあ、では乾杯。久々に。久しぶり。乾杯。乾杯。ああ。僕ね、あの甘いもの先に食べちゃうんですよ。あ、そうなんですか。うん、あ、いただいていいんですか。これチョコレートですよね、多分ね。チョコレートだと思います。ですよね。本当に、本当に。このメスティンが、ご飯が何合炊けんですかね、これね。あ、書いてあった。ああ。結構多くないですか、それ。いくら入れたんですか。1.65 ぐらいなんですけど。酔うの早いんですよ。あの、知ってます。こんな食べないので、そうだね、量もってますか。スムライダーさんのカレーが出来上がる。ハッサンカレー好きそうですね、カレーイメージが。あ、そうですか。はい、なんとなく。どうだろう、カレーによりけりかな。カツカレーだったら大好物。あ、うまいですね。カレーにカツが入ると絶妙な、はい、カレーがめっちゃ好きってこともないですけどね。僕カレーあんま嫌いなんですよ。嫌いっていうか、カレー嫌いって言いながらカレー作ってる人もなかなか珍しいです、ね、子供の頃カレー嫌いで、絶対食べなかったんですよね、うん、そうで大人になってからやっと食べましょうね。また全然僕のプライベートの話になっちゃうんですけど、はい、軽バンを買って車中泊の旅をしようかなっていうのを考えてるんですよ。もう一杯いっちゃいます。持つかな、これ足んなくなりそうだな、酒が。焼酎、あの黒霧島ありますよ、ね、マジっすか。全部こうし、あ、ちちち、いや、ち。僕、邪魔だったら置きますけど。あ、じゃあ、むしろ行ってください。はい、大丈夫ですか。
いやなんかカメラがなんか僕の方向いてるなとか一緒思ったんですけど気のせいですか。ありがとうございます。いいショット撮れました。お酒入っちゃってね、ちょっとYouTube の話とかしちゃうとなんか変に熱く語っちゃうところあるかもしれないんで、そこだけすいません、前もって謝っときます。全然むしろ歓迎です。それは一人よがりで熱く語っちゃうところがあって、なんか迷惑かけたら申し訳ないなとか思いながら。オープン。おお、ご飯いい感じだ。これできた。あ、おこげ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 、おいしいおこげの匂いが。いや、やっぱり発散、いろんなお話が聞けて嬉しいです。ウッキーと本当に話したいことがいっぱいありすぎてる。発散は僕は仲間だと思ってますんで、発散は持ってないかもしれないですけど、僕は発散は仲間です。一緒に旅した仲間だと思ってます。満水満水です。夏野菜だダムカレー、夏野菜だダムカレー。いいですか。あ、どうぞ。ありがとうございます。やべえ。いただいちゃってください。大丈夫ですか。大丈夫です。グッドタイムライダーさんからね、いただきましたダムカレー。美味しそうですね。具材がたくさん入ってます。ダムでダムカレーというね、ダジャレを感じいただきます。間違いない。美味しいですね。ダムでダムカレー。ダムでダムカレー。放流。放流。食うぞ。うまい。何カレー？何カレーやろこれ。うまいなカレーは。うま。放流。グッド。いや、美味しいです。ダムの目の前でいただきました。いや、よかった。今年もグッティと一緒にお酒が飲めてよかったですよ、本当。あ、起きた。起きてらっしゃるかなと思って。あ、起きてます。4時何分ぐらいだったかな。僕、1時か2時ぐらいからずっと起きてますよ。あ、そう。目覚めちゃって。行きます。はい。じゃあ、ハッサン、ありがとうございました。ハッサン、気をつけて。ハッサンと3度目のキャンプ終えました。また明日から頑張ろう。それでは、今日も明日も良い一日を。バイクの方、キャンパーの皆様、楽しいバイクライフ、キャンプライフをお送りください。グッドタイムライダーでした。また。